音声設定の関係で私の声が少し小さいかもしれません。ご了承いただければ幸いです。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回は特別ゲストに来ていただいております。ご紹介しましょう。ミスターシャチホコさんです。イエーイ、今日も元気生放送遊戯王におまかせ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか最近シャチホコさんも遊戯王のチャンネルを開設されたっていうことで、先日ね。そうなんですよ。もう私もだから、あのリュウさんの動画いつも見てますから。ありがとうございます。そうだから、モノマネとかのこう YouTube とかじゃなくて、もうやっぱ好きなことね、映像に残したい、ね、遊戯王をね。そうなんですよ、やってますもんね。だからもう本当に大好きなんで。そうなんですよ。実はこの動画の前にも、あのシャチホコさんの方のチャンネルの方で、あのガチガチのバチバチの対戦をねしてるんですよね、僕ら実は。そのもうね、本当に毎回あのガチでうわっけーってなりそうなぐらい本気でやってますよかったらね、あのそっちの動画も気になる方は概要欄に貼っておきますので見ていただければなというふうに思うんですけども、シャチホコさんはどうしてこのチャンネルを始められたんですか、遊戯王のチャンネルを。もうだから、あのそれこそさっきも言ってたんですけど、やっぱ好き、とにかく好きなんで、はい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 、あのやっぱこう今みんな YouTube、 やっぱりいろんな芸能人の方、芸人さん方って YouTube 始めてるんですけど、始めてますね。なんか本当にもともとこれ去年の暮れぐらいから、お話いただいてまして、せっかくだったら。あ、そうなんですか。そうなんですよ。動画にした方が、映像として残しといた方が、面白いんじゃないかっていう。その、ああ、なるほどね。まあ、そういう、まあ、シャチホコさんのチャンネルもね、あの概要欄に貼ってあるんでね、よかったら皆さん、ご登録を。はい。ありがとうございます、本当に。で、シャチホコさん、最近、なんか練習してるものまねがあると。はい。あ、そうなんですよ。なんかやっぱりこう今こういう世の中はこういう状況なんで、お家でね、そうですね、過ごす時間がやっぱり長いじゃないですか。コロナちゃんがね、コロナちゃんがちょっと蔓延してますからね。ちょっとまあウイルスの関係で、はい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 、っていうのはあるんですけど、家庭になんか2枚はマスクチェンジが配られるっていうそういう話もありましたよね。ねえ、まあそのマスクチェンジが実用的なのかどうかはあれなんですけど。そうですね。まあでも練習する時間はすごい増えるんで。あ、確かに。それでちょっと最近やってるのが、やっぱ家でこう映画を見る、はいはい、このなんていうんですかね、時間と機会が増えまして、ええ、洋画吹き替えモノマネっていうのをやってるんです。洋画吹き替えモノマネ、なんだそれは。要は例えばジョニーデップのモノマネしますって言ったら、見た目をこうジョニーデップに似せるとかあるじゃないですか。でも声ってそのまま本当のジョニー・デップやっても日本の方にあんまり伝わんないじゃん。わかんないかもしれない、確かに。なんでジョニー・デップの吹き替えの声の人って大体一緒なんですよ。大体こうスーパースターの吹き替えの人。そうですね、大体同じっすよね。どの映画でもなんかその俳優決まってるの見ますよね。決まってるの、ジャッキー・チェンならジャッキー・チェンみたいな、うんうん、はいはい。だからそのまあスターの、うん、ハリウッドスターの吹き替えの真似シリーズっていうの、はいはい。じゃあちょっといいですか、やってもちょっとお願いしていいですか。おい、よいしょちょっと4連発でいきたいんですけど。4連発そんなあるの。あります、いっぱいあるんだね。ジョニー・デップさんからいきます。じゃあそう言ってたんでね、はいはいはい。俺はキャプテン、キャプテンジャック・スパローだ誰もそんなこと思ってんだめちゃめちゃ似てる。あれだ、ロロドナ・ゾロのゾロの俳優、あの声優さんの人だった多分それ。あ、違う、あの、サンジの。サンジの方だ、そう、サンジ、ごめんなさい。サンジの方だ。俺今完璧に、だって映像浮かびましたもん。あ、わかりました。サンジとかの声だとね、このクソマリモっていう。うわー、めちゃめちゃ似てるすげえすげえ、サンジがおる。これがまず1個。すげえ、今サンジと電話してる気分になりました、俺。すげえ、いや、あれがすげえ嬉しい、こんないい反応してくれてで次がウィル・スミス。ウィル・スミス、はい。あのメイン・ブラックって知ってます？あ、わかります、わかります、もちろん。メイン・ブラックの時の、はい、あのちょっとあの怒る、はいはい、K に向かって怒る、はいはい、ウィル・スミスの声。はい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 、お前イカれてんのか
俺がジェイに頼んだらお前がジェイに頼むんだよ。めちゃくちゃ似てんな。クオリティクソ高いですね。あ、いやいや、ありがとうございます。やばこれでもあのトム・ハンクスの声も同じ人なんです。あ、トム・ハンクスの声なんだこの人。ウィル・スミスの時はお前行かれてんのかってこうテンション高いんですけど、はい、トム・ハンクスの時は結構おとなしめなんですよ。え、どんな感じなの？ジョン・コビーに頼んどいてくれ。なんかターミナル系の動画が今ちょっとなんか頭が流れました。あ、そうですそうです、もうまさにそんな感じです。すげえ、すげえ。これ、ね、まあ、2つ、ほんで3つ目、はあ、3つ目が、ニコラス・ケイジ。ニコラス・ケイジ、はい、これ大塚明夫さんですね。はいはい。あ、スネークですね、そうですそうです。スネークとか龍が如くセブンにも出てたね。いらっしゃいました、いらっしゃいました、警官役で出てたんです、はいはい、大塚明夫さんでモノマネ、まあだから、ニコラス・ケイジね、うんうん、うん、はい。どうだ俺とロジアヌルートでも死ねえか。大塚明夫さんだ。大塚明夫さんだ。すげえ、これは聞くぜ。やべえ、てか本当にすごいですね。そんな音色出ます？声、いやいや、人間ってモノマネ芸人ですから。やばで、普通に喋ってる時は和田明夫なんだよな。そこもね、あの素の声がこうなっちゃったんですよ、もう。こんなんじゃなかったのに。職業病きた。職業病ですよ、完全に。すげえ。ほんで最後、はい、最後が、ロバート・ネッパーっていうあのプリズンブレイクの、はい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 、もう、名前なんだっけな、アナゴさんの声の人って言ったら分かりますかね、セルとか。ああ、分かります分かります分かります、はい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 、ね、え、じゃあその人のモノマネ、はい、はいはいはい、カウントダウンと言いますか、はい、3秒だけ命やるって言ったのに、はい、2秒数えて、はい、あの殺しちゃうっていうちょっと非常なセルっぽい時の、アナゴさんの声のモノマネ、はい、はい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 、3つだけ時間をやろう、1つ2つ残念時間切れ。無慈悲無慈悲無慈悲。あのアナゴさんってあれですか、喋らない、滑らない話の。あ、そうですそうです、あの人か。新松本の滑らない話。いや、すげえ始まりそう番組が。すっげえ、あれだ、あのプリズンブレイクの、あ、そう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 、プリズンブレイクのあの人だ。あの人や、あのティーバックや。そう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 、出てきた、ティーバック、ティーバック。やべえ、すっげえ、なんだこれ、オープニングだけで一本なるわこれ動画。いやいやいや、オープニングだけでこれ一本なる動画これ。すっげえ、今練習もう一回、ちょ、もう一回3時だけお願いしていいですか。このクソマネも、うわー、かっこいい。かっこいい、3時かっこよ。やっば、ちょっとこれから僕と会った時一発目それでお願いします。これからクソマネもって言ってもらっていいですか。あ、わかりました。もうだこれやばい。いやー、でもこんだけいいリアクションしてもらえるとこっちも嬉しいですね、やっぱり。いや、すごいわこれ、すごいわこれ。ちょっとあれですね、今度の幹部会でシャイニング松坂にも見せてあげないと。間違いない、絶対喜びますよ、絶対喜ぶ。だって絶対好きだもん、サンジなんて。あの人ワンピースが一番好きなんですよ。あ、そうなんですか。そう、あ、じゃあ銀玉だったかな、銀玉とワンピースが好きなんですよ確か。あれ、あの人、あ、それはいいです。絶対喜ぶ。これはぜひ次回やりましょう。落ち着いたらやりたいですね、みんなでまた会って ね、コロナちゃんが収束したらね。そうですね、収束したらぜひお願いします。ということで、ちょっとだいぶオープニングが長くなってしまったんで、ここまでで1本なってる感じがあるんですけども、僕の場合は、今回ね、僕のチャンネルでは、恒例となりましたこちらの企画をやっていきたいと思います、はい、ミスター社長子 VS デュー、負けたら朝まで飲み会の系。イエーイ、いい企画考えたね。そうなんですよ、あのまあ恒例なんですけどねこれ。もうほんまに、あの私はやっぱ飲み会が大好きですから。まあただこれはあの今飲み会するっていうとちょっと語弊があるんで、はい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 、
まあ、多分リモートになるんですけどね。あ、そうですね、あのオンライン飲み会ってやつですね、いわゆる。そう、お、そうです、そうです、リモート飲み会。まあ、ルールはこの対戦時代は非常に簡単で、まあ、デッキ自由の3本勝負で、はい、まあ、日本選手しましょうと。デュエルリンクスでね、もちろん。はいはいはい。で、もちろん罰ゲームがございます。罰ゲーム、はい、まずシャチオクさんが負けたら、あのお得意のモノマネをちょっともうちょっと披露していただきたいなっていう。ああ、私のために。わかりました。で、僕が負けたら、シャイニング松坂がシャチオコさんの飲み会に朝まで付き合うっていうの、どうでしょう。あ、なになに、あ、これリュウちゃんじゃないの。これね、僕が負けたらね、いや、っていうのも、あのシャチオコさんとシャイニング松坂との芸能界最強決定戦だったんですよ。ああ、やりましたね。あれの中で僕ね、あの人にね、勝手にね、僕の魂をね、かけられたんですよ。もう言うてた、言うてた。あの、詳しくはね、あの動画を、あの貼っとくんで、リンクをそこから見ていただければと思うんですけど、あの人勝手に僕の命かけたんですよ。はいはいはい。僕、佳境院のり焼き状態だったわけですよ、つまりね。だから、そうだ、今回は佳境院のり焼きはシャイニング松坂にやらせます、ほな、じゃあ、逆パターンなわけね、この間と。そうです、そうです、そうです。だ、僕が負け、僕が勝ったらシャチョコさんがモノマネをするし、僕が負けたらシャイニング松坂が、あのシャチョコさんの飲み会に行きます。それ大丈夫ですかね。それでもリュウさん何も言いたくないやん、それ。いや、ちょっと何言ってか分かりませんね。それでは、早速デュエルやっていきましょう。デュエルスタンバイ。スタンバイ。